ねえねえ、玉吉くん。何？昨日どうだったの？家庭訪問。結構いたよね。え？先生、長居したの？お玉ちゃんに聞いてたのとだいぶ違ってたから焦った。マジか。で、何がどう違ったのよ？玄関で少し話すだけで上がってこないって言ってたでしょ？ほとんどの家がそうだったみたいだけど。うちは、おかんが社交辞令で、先生どうぞお上がりくださいって言ったら、さっさと上がってきたの。え？先生上がったの？びっくり。予想してた展開と違って、おかんもえーってなってた。上がらないものだと思って掃除手抜きしてたから。それウケる。30分以上はいたかな。え、みんなの6倍？うちがラストだったんだよね。後がないとほっとして先生もくつろぐパターン。いつの間にかシュークリームもなくなってたし。ちょうどお腹もすくし喉も乾く頃よね。玉吉くんはそばにいたの？いたんだけど気まずくて、私席外してもよろしいでしょうかって言いたくなったよ。話すことがたくさんある玉吉くんちをあえてラストにセッティングしたな、先生。それはそうと、やけにおかんと盛り上がってたんだよね。今後が恐ろしい。なんかうちの話参考にならなかったようでごめん。家庭訪問撤廃。